はい、皆さんこんにちは、りなです。ついに11月1日から減量が始まるということで、今日は最後の晩餐をしに行きたいと思います。来年の大会に向けて、まあ今回も半年間ぐらい減量期間を見てます。別に体重を増やすとかそういうつもりは全くなかったんですけど、まあ勝手に増えてしまったということで、まあ好きなものを食べてたからですね、その増えた理由は。まあもともと体重が増えやすいっていうのもありきの、まあ減量終わりで、んでまあちょっとね、好きなものをたくさん食べて、今はすごく蓄えた状態になっております。今年の減量幅も10キロ以上です。そうですね。でもね、体重増えて別にみんなに迷惑かけてないから、私だけがすごく迷惑なだけなので、なんかその辺に関するね、なんかリバウンド大魔王とかそういう悪口はやめてください。で、7年目のダイエットプロやから、まあやろうと思ったら痩せれるっていうのは自分でも分かってるから、そこはね、りなさん蓄えたな、可愛いな、肉団子みたいだなっつって言ってくれるとすごくありがたいです。はい、ということでね、減量が始まったら私はほぼほぼ外食をしないということで、今日は私が大好きなバルバッコアに行きたいと思います。今年も半年間減量期間あるから、まあ絞れてきたらまたね、バルバッコアとか自分が食べたいものを食べに行こうかなって思うんですけど、まあ別に行かんでいいかなと思ったんですけど、頑張るぞっていうね、前にはちょっとね、好きなものを食べて、しっかりね、これ以上蓄えても仕方ないんですけど、食べとこうということで、はい、行きたいと思います。でもう最初から言っとくわ、今回減量したら私マジで55キロずっとキープするって、もう今誓っとく。ほんまに体重増やしていいことないから、マジで。いいことないからね、どうせ痩せても筋肉ついてるんかなっていう心配は若干あるし、脂肪を乗せすぎると筋肉がつきにくくなっちゃうから、まあちょっとまあね、痩せてみないとわからないんですけど、とりあえず今シーズンの目標は去年の自分を超えること。そして今シーズンは出る大会をちゃんとね、これこれこれって絞ってそこに向けてしっかりね、水抜いて調整して出ようかなと思ってます。今年は初めて大会に出て4週間連続っていう意味わからんことをしたんですけど、今シーズンの大会はそういうことはせずにちゃんと絞って出ます。シーズン期間をちょっと長めにしようかなって若干今のところから思ってます。4月から8月ぐらいで考えてます。そう、リナがどうしたいんか、どうなりたいんか、プロになりたいのか何なのかって聞かれた時に、いや、私が目標としてるのって何なんやろって考えたんですけど、とりあえずさ、大会に向けた体作りっていうのを去年から始めて、で、まあ今年初めて大会出て、せっかくこのね、体を作ってる状態やからこそ、去年の体よりパワーアップしたいなっていうのが、私が考えることやったし、もう今シーズンで大会出たら、もう大会ちょっとしばらく出ないので、そう。だから去年よりより一層頑張りたいなと思っております。こんな感じで今からバルバッコア行ってきます。来ました、バルバッコア。私といえばバルバッコアということで、野菜をたくさん盛らせていただきました。見てこのトマトの分厚さ、やばくない？てかブロッコリーでかすぎやん。独自でいけるかな。じゃあ、貝の実ちゃんをいただきます。これがイチボかな。
マジで。あと2ヶ月後にまたバルバッパ来るわ。原料ちょっと頑張って。チキン。やばい。美味しい。チキンがさ、すんごいホロホロないの。この味なんや。去年の2月ぶりに来ました。このスパイシーチキンやばい。たまーん。パイナップル、このチーズパンめっちゃ好きやん。カレー、米は 50g ぐらい。牛のこぶ肉やろ。あー、マグロみたいだな。2回目の貝の身。うん、私の大好きなデザート、ここのバルバッカーのこのチョコが一番好き。めっちゃ美味しいよね。カシューナッツのなんか、大好き。このココナッツ、たまん。なんかチュロッキー、チュロス、チュロッキーって何。お、見て、キャラメル出てきた。生キャラメル大好き。たまらないです。飲み物です。やっぱ、でもやっぱ一番好きなのこのチョコ。大好きな鳥発。愛の実3枚目食べてもう終わります。もう仲やばい。うん、食後といえばスリムピッタ飲んできます。もうお腹やばい。4粒飲んできます。ごちそうさまでした。今までの1回も撮ってなかった。ほんまに最悪。ほんまに木更津までこれ絞りに来たんやけどさ、肝心な絞れてるとこを撮ってくれてなかったっていう。ナッツの袋を、ここのナッツの袋開けてここに流して、こうね、やったら出てくるんです。食べるで。めっちゃ美味しい。ね、嬉しい。バルバッコは行ってきて、そのまま道の駅でピーナッツを絞って今お家に帰ってきました。で、11月1日から減量に入るということで、インスタの方で質問を募集したので、はい、質問に答えていきたいと思います。一つ目、はい、ダイエットと減量の言葉を分けるのはどのようにしてるんですか。今はダイエット、来月からは減量とか。はい、私の中でダイエットっていうのは、まあ、好きなものを食べながら、運動強度とか運動の頻度っていうのをあんまり上げずに、まあ、緩い感じでやるっていうのがダイエットっていうイメージ。だからまあ全然お菓子も食べていいし、なんか好きなもの食べながら痩せていく。体脂肪はそんなに気にせずに体重だけ落としていくっていうのがダイエットで、減量っていうのが大会に出るための減量っていう感じのイメージ。だからご飯もその自分が決めたものしか食べない、外食はしない、お菓子は食べない。そうして生活をしてると、やっぱりその体脂肪とか減り方が、やっぱりその好きなもの食べながらダイエットしてる時とは全然違うので、私はそのダイエットと減量っていう言葉の使い分けをしています。はい、そんな感じです。次、減量開始とのことですが、次の大会の予定はあるのでしょうか。はい、次の大会は来年の、まあ、4月ぐらいからを考えてます。
今回はもう出る大会をこれとこれとこれとこれって絞ってやっていこうかなって思ってます。今年も1大会出て終わるっていうことはなくて、まあ、ちょっと1ヶ月スパンでちょっと出ていこうかなって思ってます。ほんまに私そうすぐ終わった瞬間にめっちゃ食べちゃうからさ、それ良くないなと思って、まあある程度ずっと体重を維持していきたいっていうのもあるから、まあ今年はそんな感じで出ようかなと思ってます。1日何時間歩いてますか？全然有酸素しない日とかもあって、でまあ11月から減量が始まるっていうので、10月はその体力をちょっと戻していくためにだいたい2時間ぐらい有酸素はするようにしてました。まあその分食べてたから、そんな体重が減ったかって言われたら全然減ってはないんですけど、まあ体脂肪とか見た目全然ちゃうやんな、うん、どう思う？違う、これはマジでそう、妹がもう私の近くでずっと私の体を見てくれてたんですけど、いやほんまに太ってたやんな、うん、マジでこの多分10月でめっちゃ変わったやんな、うん、って感じで、そうやっぱり有酸素入れてるから体重はそんなに変わってないけど、見た目っていうのはめちゃくちゃっていうほどではないけど、まあまあ絞れてきてはいるかなって感じで、こっからダイエットから減量に切り替えてやっていくっていう感じかな。ほんまに私ちょっと衝撃受けたもんな、9月ぐらい、うん、そんな感じで結構太ってたんで。何の質問やったっけ？1日何時間歩いてますか？あ、そう何時間歩いてるかっていうのは、10月はだいたい2時間ぐらい歩くようにしてました。で、やっぱり太っていくとともに体力っていうのがめちゃくちゃ落ちていっちゃってるから、やっぱりな、体動かしてないっていうのもあるから、それからまあこの10月は基礎体力を戻すっていうので、ランニングできるぐらいまでの豚には戻してきました。はい、はい、リナさんおすすめの肩トレ。好きな肩トレはめちゃくちゃ多いけど、なんかそれこそ肩だけにこだわるんじゃなくて、私は胸トレもまんべんなくするし、腕とかも結構入れたりするかな、まあ、全体的にやるのがいいんですけど、肩トレで一番好きなのがこうやってやるやつやな、ダンベルまた肩トレ用のね動画を出そうかなと思います。はい、次ね、知りたいです。どどん、今の体重ですね。はい、今は63とか64ぐらいかな。まあ乗せすぎましたよね、普通に。これに関しては何とも言えないね。食べたもんだって、私、うん、毎日自分が好きなもん食べた気がするよ、ほんまに。毎日は言い過ぎかもしれんけど、まあやからね、11月から多分落ちるでしょう、体重は。すぐに言っとくよ、マジで増量とか言って増量する意味ないし、マジでな、ほんまに。いや自分でも分かってるんで、幸せでいたかった、心が、食べ物で心が満たされたかった、なのでもう増えたら落としたらええだけやん、そういうことやん。はい、ただ増やしすぎはほんまに良くないよって言っときます。マジで皆さん注意、リバウンド注意、マジで注意。はい、もうね、朝言った通り、私は今回減量したらマジで絶対に違う、ほんまに違うわ。55キロキープする、もうこれはマジで、もう人生キープ、ほんまにマジで違うほんまに。いや太った自分は好きじゃないよ、そらさ、好きじゃないよ、全然好きじゃないよ。うん、なんかその太って痩せてなんか自分のことが好きになれないみたいないう質問も来てたんですけど、私デブとかそういう風に悩むのはやめて、やったらできんねんから、みんなさ頑張ったらできんねんから、毎日私は痩せれる、私は可愛いっつって自分を高めて、ダイエット頑張っていきましょう。私も11月からほんまに頑張るんで、また1ヶ月後バーンって変わった姿を皆さんにお見せできるかなと思うので、楽しみにしといてください。はい、ということで私は今から胸トレに行ってきたいと思います。10月いっぱいはずっと東京にいたんですけど、11月からちょっと大阪に戻って、いろいろね頑張りたいと思います。今日はこんな感じで終わりたいと思います。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。